だね。ああ、ちょっと話してくるよ。いや、久しぶりだね。この間のことで聞きたいことがあるんだ。君たちはどうしてこの間、オイラたちに嘘をついたんだい？何か理由があれば教えてほしいんだ。大丈夫かな？こればっかりはオスカーが話すしかないわね。そういえばモニカもオスカーが本当に植物と喋れるって信じてたんだね。え？まあ正直かなり疑ってるけど、オスカーにとってはそれが真実なんでしょ？モニカはやっぱり優しいね。そうかしら。うむうむ。なんだって、そうだったのか。わかった、教えてくれてありがとう。どうだった？ああ、いろいろと教えてもらったよ。どうやら彼らはこの森の番人のようなものらしい。番人？うん、この森の奥には貴重な植物がたくさん生息しているらしいんだ。中には今はここにしか生息していない植物もいるらしい。そういう植物を守るため、分かっているものだけが奥に進む資格を得られるわけさ。そうだったんだ。つまりこんな入り口で片っ端から採取する人間は信用が置けないということね。あの子たちもちゃんと節度を守るなら奥に進んで採取してもいいって言ってくれたよ。よし、じゃあ奥に進んでみよう。それからあと一つ、この森はこの子以外にもいくつか毒草があるらしい。そしてそこから出た毒の粉が結構散らばっているらしい。だから歩くときはゆっくり静かに歩いた方がいいんだって。出ないと毒の粉を吸ってしまうそうだ。あ、そうなの？じゃあ気をつけて進まなくちゃ。